日が昇ってから随分歩かされてる。一体どいつらだ。もう懐かしく感じるな。あいたちに、ナガト！お前と戦わされることになるとはな。少し変わったな、ナルト。キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしたというのか。ここまで成長する。 B のおっちゃんとの真実の竹での修行や父ちゃんや母ちゃん、とにかくみんなのおかげでここまで来られた。八尾と九尾、この2枚のカードさえあればどんな顔して悔しがるのか。パトン豪華級の術。お前に聞きたいことがある。そういや俺もあんたに聞きたいことがあった。あれ熱かった。タイマンスマン。なら貴様もすでに上だ。分かった。サスケはどうなった。暁のメンバーに入っちまった。極秘任務のことを聞かされて。まだだか。あんたの本当のことをまだだから聞いた。あの言ったことはやっぱ本当だったんだ。あんたは里とサスケを守るため自分を悪党に見せかけて死んだ。それは大好きだった兄貴を苦しめた里への弔い合戦のつもりなんだ。そのことを里の皆はもう知っているのか。明石先生と大和隊長は一緒にいたから。里の皆には決して言うな。名誉ある内派一族に変わりはないのだからな。万象天員とやり合った時よりは強くなってっからな。お前に任せる。鼻からそのつもりだ。寄せの術。カトン宝泉かつまめに。甘えたぜバカ野郎。この野郎あっけなかったってな。油断するな、ナルト。剣術ウィーサラハド。アチビがサビのキラービーだぜ、オル様が。あ、いえ霧がね。そいつを殴ると増える。一旦俺を倒せ。ビエノちゃん気をつけろ。アマテラスもツクウミも食らったら終わりだぞ。動力でナルトに何かしたのか。力カラスが出てくるんだよ。でそこまで弟にこだわ。あいつのことを兄弟だと思っているからだ。お前はすでに現実の中だ。くそ。サスケを連れ戻したがっていた。うまくいかなかったらどうする。それと全く逆の場合はどうする。そのサスケが木の葉を襲ってきたらどうすると聞いているんだ。そうなった場合お前は奴を止められるのか。サスケを殺してでもお前に俺の力を分けてやった。その力神羅転生。アマテラス。あのカラスお前のだな。あのカラスで何をしたんだ。エド転生の術まで。うまくいった。来た。落ち着け。もう俺は操られてはいない。そのカラスは俺の万華鏡シャリンガンにこうして出てくるように細工しておいたもの。奴の目だ。こんなことができる現実は一つしかない。ことあまつか。うちは最強の現実使い春神の止水か。木の葉を守れという現実を止水の目に仕込む。なんでその目をあんたが持って俺なんかに渡したんだ。止水が俺に教えてくれるよ。己の目をめぐってやがて争いが起きること。最後に止水と会った右目は断層に奪われた後だ。止水と同じ気持ちを持っていたお前に渡した。俺の残したサスケが里の脅威になった目を預かった者として止水の気持ちに反し永遠の万華鏡を手にするためだ。そうなった時移植した俺の目にこうしてお前からカラスがある。止水の万華鏡は再発動まで十数年かかる。サスケには俺の死を利用していろいろとしてやりたいことがある。木の葉を守る。そんでもってサスケも殺さず止める。止水の目まで神羅転生。
神羅転生。ラリアット。うわ、何なんだこれって、一体何の術だ。ペインの術、全部使えるみてえだけどもよ。ダメだ、完全に操られてる。地獄道。こいつは確か人間道で魂を引き抜き、一旦殺して地獄道で魂と肉体を隠し、あの生き返らせる術をどうやって使うってんだ。から抜けるし、嫌な予感しかしねえ。シュラド、カラクリの鎧を召喚したのか。まさにいろんな手を使う術が飛び交う。スサノオ、これがスサノオ、すげえの。助かったってばよ。サンキューイタチ。死体操ってるんじゃなく本人だから、力も動きも桁違いだ。地爆転生、来るぞ。あの黒い玉、相当の引力があるようだ。何？食らって終わりなら、お前はなんで生きてる？いいか、捕まったら二度と抜け出せねえ。すげえ力で引きつけられんだぞ。人おのおのの最強遠距離忍術で、一斉に中央を攻撃する。中央からのこの強すぎる吸引力を逆に利用する算段だ。死ぬ。この任せろ。異獣玉クトン螺旋手裏剣。すまないなイタチ。封印術を帯びた剣だ。何か言い残すことはあるか。俺は師匠のところへ戻って、お前の物語を見ておくとするよ。二部作目ってのは大概打作になる。死にも認めてもらってない。シリーズの出来ってのは三作目、打作を帳消しにするぐらいの最高傑作になってくれよ。長留、やはり機動力に欠けていたか。機動力を補うつもりが。そろそろとっておきを出すしかない。エドテンとかいう術気に食わねえ。エドテン生は俺が止める。マダラはお前たちに任せ。綱の忍びがそいつを封印はしたが、どんな術にも弱点となる穴が必ずあると。俺に任せてくれ、影分身の術。一人で無理しようとするな。全部俺が引き受ける。それが俺の役目なんだ。確かに前とは違い強くなった。お前を嫌っていた里の皆がお前を慕い始め、認められたいと一途に頑張ったから、今他人の存在を忘れ、おごりマダラのようになっていくぞ。お前の父ミナトがおかげとしてあったのは、母クシナや仲間の存在があったからこそだ。皆から認められた者がおかげになるんだ。イルカってのと約束してんだ。大体ダダをこねるな。俺にとってお前はな、綱生徒の一人だ。それにお前ばかりが全部背負い込むことはないんだ。それにお前は死水の目以上のものを、死水と同じ心だ。今ならあんたも直接サスケに会える。今度こそ。いや、サスケはお前に任せる。ただ強いってだけの忍びじゃないな。イタチ、俺たちも行こう。ビーノちゃん。